きやのおかしな日常始まるよ。皆さんこんにちは、にきやです。本日はなんと外撮影です。まあ、ここはどこなんだいっていうと、自分が、まあ、小中学校育った町なんですよ。ここ今地元に帰ってきてて、まあね、今日はね、その小中学校ね、育った町をね、みんなにね、紹介できたらなと思って今カメラを回してるんですけど、まあね、何もない町なんですけど、まあね、建物とか大きなね、商業施設とかは別にないんですけど、思い出がね、いっぱいあるのでね、まあその思い出をね、みんなに共有できたらなと思って今動画を回してみます。いやね、変わらんね、やっぱ小学校の時とマジで変わらん。マジで田舎なんですよ。超絶田舎。まあね、いろいろと紹介していけたらなと思ってるんでね、もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最初の思い出スポットが見えてきたんでね、こちらのアパートが実は昔、こちらのアパートが昔住んでいた5階建てのアパート、ここの一番上の階にねちょうど住んでたんですよ昔。そこのね、自転車置き場あるじゃん、そこの自転車置き場、多分今映像出てると思うんですけど、自転車置き場の上にね、小学校の時ね、登れる人があんまりいなくて、登れるとね、この団地内に住んでる小学生の中では結構すごいレベル。ちょっとね、今こっち行きたいんだけど、こっち工事してて、こっちね、こっちに行きたいんだけど、ちょっと今なんか工事してるっぽいんだ、わかるかなね。なんか地元もやっぱ道路が綺麗になってて、気づかない間に2車線とかできてるからね。ちょっとそっちにある公園、あっちにある公園に行きたいんですよ。だからちょっと裏道を使います。小学生時代のね、たくさんの思い出が詰まった公園です。はい、やってきました。小学校時代のね、思い出が詰まった公園に来ました。一応ね、多分映像で出てると思うんだけど、ここは結構ね、あの地元の祭り、このね、地元のちっちゃい祭りがある、夏祭りがあるんですけど、そういうのがね行われるような、結構この辺では広めな公園です。これでも結構広めな公園なんですよ、この辺だと。でね、小学校の時ね、うわ懐かしいな、小学校の時ね、いろいろとあんな、ここの思い出は話しきれるかな。まずこれね、これ真ん中の穴のところに木が立ってたんですよ、木がバーンって。その木が台風でね倒れたんですよ、めちゃくちゃでかい木、あそこにある木ぐらいでかい木がここにあったんですけど、これ台風でバーン倒れて、その時ねすごい衝撃あって、夜はあったのに、朝起きて、あそこ、そのさっき紹介したアパートがあそこなんですけど、自分家からこの公園が見えるんですよ。で、夜は木があったんですよ、ここのベンチのところにあったんですけど、朝になったらね、もう木が倒れてなくなってたっていう、倒れてて、もうびっくりしましたね。あの時、小学生の時はかなりびっくりしました。ここね、ここいつも、遊戯王とかやってた場所、みんなで。ここでカード交換とかしてた。懐かしい。まあ、そんな感じかな、この公園は。あとはね、ここの公園はね、俺がね、初めて自転車乗れるようになった公園でもあるから、結構ね、思い出の地ではある。でね、あそこがさっきの公園で、今ね
この公園の脇から入ってきた細い道なんですけど、ここね、下校の時ね使ってた道だったんだよね。やっぱ小学生って帰り道遊びたいじゃん。で、上級生になると集団下校じゃなくなるから、あのね、遊び放題なの。下校の道を通っていくかじゃん。めちゃくちゃ懐かしい。小学校の時の思い出よみがえるね。歯医者があったな、そういえば。あ、れそう。そうなんすよ、飛行基地か。小学校の時ね、めっちゃ通ってた記憶あるわ。ここ、ここです、ここ。めちゃくちゃね、細い道なんすよ、ここ。ここ小学校の時に通ってたな。友達ん家がね、この道行って左側のところにあったんですよ。その友達ん家でいつもスマブラしてたな。いや、懐かしいな。小学校の時ね、ここ登下校で使ってたからね、めっちゃ懐かしい。なんか中華料理屋とかあるし、この辺ではね、有名な桜通りってところです。ここの木全部桜なんですよ。春になるとめっちゃ綺麗よ。そして思い出の川、このね、細い排水みたいなところ、なんだろう、小学校の時って台風の日は川や水辺近寄らないでって言われるじゃないですか。俺、あそこの川の濁流にね、どうしても入りたくてね、台風の時入っちゃったんだよ。で、その時にまた長靴の中をびしょびしょにして親に怒られるという、そういう思い出がありますね。でもね、ここのスーパーはマジで変わらない。あの、お店自体は変わってるけど、形はマジで小さい頃のまま。いつもね、親と買い物来た時に、あのね、お菓子かガチャポンかでいつも問いて、え、ここ入り口なくなったの、封鎖されちゃったの、この銀行、こっち側は、道路側は。あとね、小学校の帰り道ってあれやりたくなるよね、意思決定、歩く遊び。うわ、この歩道橋もめっちゃ綺麗になっとるやん。いや、昔ね、こんな歩道橋綺麗じゃなかったんよ、まだ。しかもこの、もうちょっとね、何？もうちょっとね、こっち側にあった、歩道橋。手前側？すげえ変わってるけど。もうそうそうそう。でもこの歩道橋、これじゃないけど、この歩道橋を渡って、小学校まで行くっていう。こんにちは。1学期の終わりとかに、荷物がめちゃくちゃあって、この今来た帰り道、今何分歩ってるか分かんないけど、その距離をね歩った上で、さっき見たアパートの5階の階段を登ってやっと家に着くんだ。めちゃしんどかったんだよ、小学校の時。このね、小学校に向かう細道ね、意外と小学校まで遠いな。ここら辺はね、まあずっとね、石蹴りして帰ってましたね、この細い道も。なんか小学生の時ってやりたくなるよね、ずっと同じ石蹴って家まで帰るみたいな。まあ、とりあえずね、ここ狭いんだ、道が。
だから小学校の近くに住んでる子とかさ、いいなって思ったもんな、帰り道短くて。ちょっと今小学校の前も工事しとるな、懐かしい。イカのお寿司懐かしい。こんにちは。ここはね、地元だとね結構有名な神社でね、だいたいこの辺の人正月はここに来るんじゃないかな。なんかなんだろう、小学校の時も来たな、なんか見学とか。まあ歩いてすぐだからね、こっから小学校まで 10分もかからないか、5分ぐらいで。懐かしいです、我が母校ですね。ちょっと動画回しますか。我が母校の脇まで来ましたよ。見てね、わかるかな、あの奥側の下が低学年の昇降口で、こっち側のね、今俺がこっち側にいるのが高学年の昇降口があった場所。あった、これこのでかいタイヤのね、これあったわ。でこのブランコの脇にウサギ小屋があります。こんにちは。小学生の声が聞こえるね。そう、ここは今ね小学校の裏なんですけど、一応ねここ共用通路みたいになってるから、そう、小学校の裏はプールが、給食当番が一番大変だな、この時間は。そして小学生いっぱいいる。ここね裏山登れるはずなんだよね。そう、ここね小学校の裏に山があって、ちょっとした山があって、あのね行くんだよ、授業で、小学校の授業でこの山登って、なんか上でなんかやったんだよな、卒業アルバムの写真撮影かな。今の小学生は登るのかわからないけど、俺らの時代は登った。やばい、謎の生き物いそうで怖い。普通に登れる場所か、注意書きが書いてあるもん。この大地の周りに崖になっています、転落事故に注意してくださいって書いてある。着きました。そう、ここ小学校裏のねなんか広場になってて、こっから一望できるんすよ。行きますよ、行きますよ、みんな心して見てくださいね。めちゃくちゃ風景いいっすからね。ここの俺の育った地元が一望できる山です。行きます、でで、そうです、ここが俺の育った地元です。何もない何もないのが売りなんだよね。今下に小学校見えたでしょ、あそこが自分のあのね卒業した母校です。なんかこの上あんま小学校の時ちゃんと見なかったけどさ、なんか意外と今見るとなんか祠みたいのあったりするんだ、知らなかったわ、全然知らなかった。
もうおじさんになるとね、この坂登るのも限界だわ。足場悪いし。帰ります。どんぐりめっちゃ落ちてる。トトロいそう。危ない。足くじきそうになって。おじさんやばい。おじさん足がもう限界です。よっしゃ。そしたら小学校の裏回って帰りますか。畑も見えるしね。小学校の時に野菜を育てた畑は学校の近くにあるんですけど、その田植えで使ってた田んぼはちょっと歩かないとないんですよ。とこんな感じ。小学校の裏のね、細い道を通っていくと畑があるわけですよ。小学校に使ってた。今やってんのかな。今の子たちってやるのかな。俺らの時代はやってたけど、今この俺の母校の子たちは田植えやら畑で野菜を育てるなんていうやつはまだ継続でやってるのかな。ここね、と小学校の裏口で、ここに体育館があって、でその裏口から出て歩いて、あ、これ何やってんのかな、わからない。ここ昔小学校の畑だったんだけど、やってんのかな。はあ、いや、いい思い出ですね。ここに二宮金次郎いなかった。あ、いた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 。二宮金次郎後ろ姿。当時学校の階段が流行ってて、二宮金次郎動くとかっていうみんなの噂話。なんかいつも角度違うよねとか言ってたもん。あれ、顔あっち向いてたっけとか。毎日顔の角度変わってないとかみんなで言ってたんですよ。全然変わってないんだろうけどね。そんな話をしてましたね。そしたらね、さっき来た道を帰りますね、普通に歩って。うわ、マジ無視、うざ。うざい。マジ虫なんだけど。今来ました。いやー、懐かしかったね。思い出が蘇ったよ。しかもジャージとかめっちゃ懐かしいと思う。今小学校の子一人だけ見えたからさ、見たけどジャージめちゃ懐かしい。小学校のジャージとかめちゃ懐いな。でもやっぱあれだね、俺が小さい頃よりかはね、やっぱ新しい建物が増えてるね。久々に帰ってくるとこうなるんだ。道路もここ2車線になってるしね。ここもともと1車線だった。そしたら車止めてるところまで行きやすか。うわ、すげえ。めちゃくちゃ近くに飛行機飛んでる。
中学校は中学校でいろいろと問題児だったな。また小学校の時もいろいろと問題児だったけど、中学校は中学校でまたいろいろと問題児。中学校はですね、ここ今坂道なんだけど映像じゃ分かりづらいね。そこの坂道を上がったところにねあるんすよ。この坂道バスケ部で坂ダッシュしてた坂です。坂ダッシュとこっち側にね、この坂の左側に、まあ普通歩かないだろっていうところがあるんですけど、そこでバスケ部は崖ダッシュというものをやってました。まあ鬼しんどメニュー、これが母校の中学校です。まああれが中学校なんですよ。ちょっとダサいな、今見ても思うわ。今見ても思うぐらいジャージダサい。なんか体育の授業かな。やべえ。あ、終わりか。ちょうど終わりなんだ。チャイム鳴っとる。お昼かな。映れるかな。ここをね、バスケ部の崖ダッシュで使ってました。懐かしいな。まさかこんな形でね、地元に来るとは、地元を歩くことになるとは思わなかったけど、てなわけで今回はね、これ地元を回るっていうね、なかなか体験できないようなことをね、今頃になってやってみたんですけどね。いやー、いいね、地元はやっぱいいわ。いろいろとね、懐かしい思い出が蘇ってきて、いろいろと問題児だった頃の記憶が蘇ってきたのでね、まあこれが俺の小中育った町です。こんな感じの町です。まあね、こういうね、懐かしい地元紹介とかもね、もっとね、行動範囲は広かったんで、今のはね本当に小学校の学区内だけを紹介しただけなので、まあね、もっとねこの辺の地元をね紹介できたらね、まだまだいい場所結構あるのでね、紹介できたらと思っております。今回の動画もよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイビー。また見てね。疲れた。